は未知の道のり 3000m、 菊の試練を乗り越えて競馬界のヒーローへ、菊花賞パッカーン。スタートしました。ちょっとバラついたスタートになりました。アスクワイルドフォアちょっと立ち遅れたか。そしてベローナシティも後ろからになります。ダイヤコースまずまずのスタートですが、あーセーンファーですった。みゆきセーンファーです。5馬身から6馬身くらい果敢に果敢に飛ばしていきました。そして2番手に菊花賞当たるかな。続いています。2番手内からビーアスト西野控える形、それからディナースタも前目。お、一番人気かかっとる。ちょっと口張っとんな、これ。荒れるか？落ち着いた。そして後方グループにかけて2番のシェルビーザイがいて、真ん中にグラドーレス足を溜めている。外からはフェイングロッテンが上がっていく。それから黄色いベンコが揺れている。この辺りで4番のボルドグフーシュ、そしてアスクワイ4番頑張れ。4番の山人ですと、その後ろシホノスペランザなどが続いています。後方残りは2頭、マイネルトルパン、そしてベローナシチ、最高峰の展開です。前半の 1000m を今通過して58秒7。これはさすがにちょっと早い。去年のタイトルホルダーは1分ちょうどで行きましたが、セーブカーです。ミユキハイペース58秒台、速いペースになりました。拍手が巻き起こっています。さあ2番手、速いペースですが、2番手積極的にスタースピースターも。4番どこや。中段の前目、白い馬体が内で揺れています。人気どころ、アスクビクターボアもガイアホースも前目にポジションを取りました。そして後方で本番中段、そしてディナースタはロングスパートをかけてくるのかと。ハイペースで末脚爆発頼むで。先頭だったハイペースで刻んでいたセインファーです。4馬身くらいのリード、ここから息を入れていきたいところ。2番手に依然としてアスクビクターボア、最後の一冠はつかめるか。それから2馬身差がつきます。外にディナースター、この辺り今日は前目で折り合っている。内の方からビーアスト西のポッドボレット、真ん中内々ジャスティンパレスがいて、そしてガイアフォースがいて、外からはセレシオンです。この辺りまでは動きがない。それからペイングロッテンが続いていく。プラダリア、池添兄弟の夢乗せて3番上がっていく。内の方からボルドグフーシュをちょっと押しているグラドーレス。4番きついか。足が伸びてくるのかどうか。内からシェルビーザイがいて、その後ろから4番あかんわ。前に向かっていきましょう。3、4コーナー中間、さあ前に向かっていく。我慢後のこれをリードがなくなってくる。サシュが来るな、この展開。場内から拍手が沸き起こる。ビアストリスト、ロケアストの後ろを見た。ガイアコース1、1、さあ割ってくれるか。前にはセインファーズがいる。おっとアスクビクターモアがここで一気に先頭に立って、4馬身積極的に行く。アスクビクターモアが最後の1巻ついに掴むか。最後の1巻ついに掴むか。4馬身のリード、アスクビクターモア4馬来た。いや負けた。いや負けた。いや負けた。末脚爆発してる。4番。どつけ。4番。4番。ドカーンさせ。うわー。